ヤクルト先発のナーブソンは大リーグで2年連続2桁勝利の新外国人。持ち味はコントロールの良さです。6回まで1本のヒットも許しません。両チーム無得点で7回のナーブソン。牽制球がボークと判定。切り替えようと思ったが集中力を欠いたと動揺がありました。その直後、4番バルギリスへの初球。インコースを狙ったカットボールが甘くなりました。初ヒットが決勝ツーラン。ナーブソンはヒット1本で完投も敗れ、ヤクルトは最下位転落です。